はい、皆さんこんにちは。9月26日、加賀島田が切るニュース日本の夜明けです。本日は、全編一般ライブでお届けしております。いよいよここから先は、明日投開票を迎える、勝負、自民党総裁選前日スペシャルとして、皆さんの知らないこともぶちまけていきたいと思います。18時10分までメンバー以外の方も、無料でご視聴いただけます。出演者紹介です。私、司会の加賀光栄です。そして、この番組のご意見番、福井県立大学名誉教授島田雄一先生です。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして我が番組の、女神タレントの千葉玲子さんです。千葉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、告知よろしくお願いします。はい、文化人放送局からお知らせです。文化人独自取材、不可解な謎が残る安倍元総理銃撃事件ドキュメンタリー映像が発売中です。配信はダイヤモンドクラブになります。有料会員の方は無料で視聴できます。ぜひ概要欄からご登録ください。そして長尾隆さん、国政復帰への応援活動もスタートいたしました。また番組制作応援募金もお願いします。詳しくは概要欄をご確認ください。今日のヘッドラインです。いよいよ明日投開票、高市、石破、小泉の競り合い。鍵を握る議員票、高市氏は報道より大幅アップ。激しい高市下げ、靖国参拝を指揮者3人が徹底批判。石破氏が党員買収、全く報道しないメディアに呆れ。進次郎氏、麻生副総裁に土下座、古い自民党との決別はデタラメ。はい、ありがとうございます。先生、いよいよ明日投開票ということで、はい、もうとにかくその各陣営はですね、まあ大体、石破さん、小泉さん、高市さん、この3人の競り合いになるというのは大方の見方で、そして、今小泉さんがちょっと危ないということで、小泉陣営が必死に、国会議員票の剥ぎ取りをやっていると。つまり他の陣営についている国会議員をこちらにつけようということで、強引ないろんな裏の動きをしていると。でそういうこともあって、今自民党議員の、携帯電話はずっと鳴りっぱなしになってますというような状況の中で、先生、現状はどういうふうにご覧になりますか？はっきり言ってね、分かりませんね。だ今おっしゃったあの3人、のうち、まあ、誰がリードしてるっていうね、これ結構、まあ、あの政治の専門家の間でもね、意見割れてますよね。で、あの、まあ、名前言いませんけどね、まあ、明らかに特定の陣営の、まあ、応援をしているような、まあ、ジャーナリストの方たちにも おられるわけでね、これはやっぱり自分たちの発言があの何らかの影響力を持つというのを見込んだ上でね、支持する、候補がリードしてるんだと、まあ、ちょっとあの下駄を剥がしてね、言っておられるような面もあるかなと思うんでね、まあ、それはあの、重要なイベントですから、そういう姿勢も分かるんですけどね、だから私としてはね、予測はこれできないなという感じですね。ですから本当にね、投票するまで何が起こるか分からないぐらい、本当に水面下では大変なことが起こってるっていうことは皆さんもね、ご理解してください。ということで、まず19番よろしくお願いいたします。はい、加賀先生注目、自民総裁選迫る投開票、石破、高市、小泉氏競り合い、上位2人による決選投票の見通し。読売新聞社の情勢調査では、石破茂元幹事長と高市早苗経済安全保障相、小泉進次郎元環境相が激しく競り合う構図が続いている。総裁選は国会議員票368票と同数の党員、党友票の計736票で争われる。決選投票は議員票368票に加え、各都道府県で党員、党友票の得票が多い候補に1票ずつ47票が割り振られ、計415票で競う。加賀先生です。
永田町前自民党議員が大慌て、驚天動地の事態に突入している。某大物自民党議員が90%を高市の逆転勝利だと電話してきた。ということなんですが、先生が、先ほど言ったように何が起こるかわからないということをまず前提条件として、昨日ですね、こういう電話がかかってきました。本当に明らかに状況が変わったという流れの中で何を言ってるかというと、とにかく小泉進次郎氏はもうダメだと、もう落ちてると。だから逆に言うと、小泉陣営はパニックになって何とか頼むと。1回目の投票でとにかく2位に入らないといけないんだということで、もう必死の作業が始まっていると。だけれども、国会議員は勝ち馬に乗ろうとしていると、負けるところにはもう行きたくないというようなことで、いろんな形でいろんな塊が高市ということで動き出したと。で、その大きな節目というかね、象徴的になったのは、小泉氏が麻生さんとこ訪ねていって、麻生さんと面会して助けてくださいというようなことをやったと。つまり、もうそこまでもう自分で負けを認めたようなね、話なんだと。で、麻生さんが菅前総理、対立している菅前総理が支える小泉進次郎に行くはずがないと。事実、その小泉進次郎氏が麻生さんと会ったというこの事実は最初は伏せとくということになってたけれども、これを麻生陣営がリークして、そんな甘いもんじゃないっていうふうなお仕置きをしたということで、一気にもうこれは石破氏と高市さんの戦いだということで、高市氏の方に行っているという動きなんですね。先生はどう思われますか？今、この現在もね、各陣営がいろいろ動いてて、さっきのちらっとニュース見ただけでもね、小泉氏が二階さんと会ったとかね、石破氏が麻生氏と会ったとか、いろいろ、最後のせめぎ合いが あるわけですけれども、これ、小泉氏がね、脱落したと言えるのかどうか、私、独自のデータを持ってないんでね、分かりませんが、昨日ね、BS 富士のプライムニュースっていうね、普段見ないんだけど、一応、旧候補を出ると。で、高市さんの、ブレーンやってる人からね、これ、外交問題に関して、あんたの意見聞かせてくれということで、アドバイスとか、大げさなことじゃなくてね、あんたどう思うかっていうのを、前日に聞かれたこともあったんで、ちょっと1時間弱ぐらい見たんですけどね、私の印象では小泉氏ね、中身をね、きちんとこの政策的に判断するね、知識とか持たずに聞いてる分にはね、非常にこう、そつがないしね、爽やかな印象を与えるような格好で受け答えしてるんでね、明らかに小泉氏の方が、石破、高市より選挙の顔になるなと思う議員がね、かなり出ても全然不思議じゃないなと思ったんで、今、自民党議員たちの頭にあるのは、とにかく自分の選挙に勝つってことなんでね。そこなんですよ、そこなんですよ。だから高市さんの場合、昨日もね、自分、首相になったらいつとははっきり言わないけれども、靖国神社にそこも行まきたますと。問題になってますよね、焦点になってますよね。そうで、それに対してね、やっぱり公明党が、高市やめてくれと、中国と揉めるっていうことでね、で、やっぱり公明投票欲しい議員が多いんでそうね、ですね。その辺もどう左右するか、ちょっと読めないなっていうね、感じなんですけどね。そうなんですよ。ですから、投票直前まで何が起こるか、本当に今、分からなくなってるっていうのが、永田町の全自民党議員たちの状況だということです。ただ、僕の方に電話かけてきた人もなかなかの大物で、間違えることはない人だと思いますが、それは昨日電話かけてくれた時点の話かもしれないし、こっからね、それこそアメリカの大統領選挙のようなバイデンジャンプね、的なことだって起こらないとは限らないですからね。そうしたら、決選投票に関してはね、1回目の投票も議員票はそうですが、
無記名なんでね、うんうん、そうなんだね。だからね、あの二股三股とかけてね、うんうん、だから石破陣営、小泉陣営、高市陣営から、うん、決選投票を入れてくれよと、うん、入れてくれたら、うん、何々大臣とか副大臣したるからと言われた、うんうん、分かりましたと、うん、それあの3つぐらい3つの陣営に、ね、分かりましたと答えてるやつも結構いるでしょうからね、うん、ちょっと読めないですね、その辺ね。そうですね、ただね、うん、その選挙のための総裁選ぶっていうのが、僕はずっとあの、まあ、その通りなんですけれども、うん、だけれどもそうではなくて日本国にとっての総理を、ね、総裁イコール総理を選ぶんだっていう、もうちょっとね、日本あの自分の、ね、議員生命がね、議員バッジが外れるか外れないかっていうことじゃなくて、本来だったらもうちょっとね、日本国としてどうなんだっていうところをやっぱり持っていただきたいんですよね、僕はね、うん、だからあの経済のね、うん、保守的な立場から活性化考えるんだったら、はい、減税規制改革を通じたね、うんうんうん、経済のまあ活性化によって、はい、それによって自然増資も生まれるというね、うん、これ保守のまあ本流の考え方ですよね、うん、そうですね。ところがあの財務省の増税路線にね、うん、迎合するような議員が多いというのがまあ実態 で、うんうん、で石破氏なんかはまあ患者さんに乗っとるわけですけれども、うん、だからあの表面見えないけれども、うん、財務省とかね、あるいは公明党なんかもいろんなこう各議員にプレッシャーかけとるんでね、はい、その辺も最後にね、まあ、接戦になった場合ね、うん、決定する票になる可能性ありますからね。まあそれとあれなんですよね本当に国家のためを考えてって言ってても、実は過去に某陣営の誰かからいろんなことで助けてもらったとか、貸し借りがあるとか、うん、あるいは今度は、役所の方がですね、実はあの財務省っていうのは国税抱えてますから、ものすごい情報収集力があって、ね、政治、特に政治家のスキャンダルとかね、うん、表に出てないことも実はみんな知ってるわけですよね、うん、でそういうものを今回フル動員して、いろんな形でね、うん、お前分かってんだろうなってやってるっていう話も聞くんですよね。いや、あの財務省はね、うん、高市組織の立場でしょうかね、うん、高市さんは積極財政ということを言ってるんでね、うんうん、減税まで言ってないっていうところが物足りないんですけれども、うん、でも財務省としては一番ありがたくない候補でね。そうですね、うん、やっぱそういう財務省からのいろんな脅し透かしね、うんうん、こういうのもやっぱり議員票に影響を与えるでしょうね。そうですね、だから財務省でしょ、うん、公明党でしょ、中国でしょ、うん、北朝鮮でしょ、うん、みんな高市さんにはさせたくないわけじゃないですか、うん、これは大きな高市包囲網ですよね。そうですね、うんうん、だからあの、決選投票に、ね、なった時に、うんうんまず高市さんがね、うん、決選投票残れるかどうかも、うん、私分からないと思ってるんですけど、はい、うんうん、ちょっと前にね、うん、高市陣営のまさに中枢にいる人、はい、からまあ名前言いませんけどもね、うん、聞いたところでは、うん、まあ、高市さん結構3位になるかもしれないという危機感をね吐露しておられたんでね、うん、なるほど、うん、ちょっと分からないですねこれね、うんうん、はい、ということで20番よろしくお願いします。はい、高取修一議員 X です。9月22日のポスト、高市さんの議員票は30ではない。ずっと多いが、それ以上は伏せておきます。今に見ておれということです。はい、21番も続けてお願いします。はい、高市氏、他陣営も郵送、主張を維持。自民総裁選の政策リーフレット、候補名の言及は避ける。自民党総裁選に立候補している高市早苗経済安全保障担当相は24日の記者会見で、政策リーフレットを郵送したのは自分だけではないとの主張を維持した。事実かどうかを問われ、嘘は言っていないと述べた。具体的にどの候補が郵送したかについては、総裁選を泥仕合にしたくないと重ねて言及を避けた。先生はどう思われますか。まあ、そもそもね、あの、うん、政策リーフレットを送ることにね、うんうん、何の問題があるのと、うん、それを送ってもらってね、あの判断あの、うん、すればいいんでね、うん、でよくそのリーフレット、まあ、高市さんだけから来たりすると、
要するにそもそも私が党員になったね、うん、それをまあ指図して動かしたうちの先生が、うん、高市さん支持してるからこう来るのかなと、うん、誤解してですね、うん、高市と書く人が出るんじゃないかとかね、うん、で一体どんなレベルの人間を党員にしてるんだという話ですけどね。そうですね、ええ、いやこの問題はもう最初の段階で一度、戦艦にかかって、そしてもあの一応口頭でね誤解を受けるなってことで終わってる話なんですよ、一度終わったものを今度は岸田首相が最初に出てきて、うん、口頭で注意しただけでいいのかと、もっと違う対応を考えろって、うんうん、首相がわざわざ出てきて総裁が出てきて茶々を入れたところでぐちゃぐちゃになってるわけですよ、うん、でね他の人たちがねやってたっていうね、まあこの番組でもいろんなところを出してると思いますが、ちょっと写真ありますんで見てください。石破さんは僕らの一つ上でしたっけ、違うか、ね、石破さんもねやってたということだし、これ河野太郎さんもやってましたよね確かね、もう何人もやってるんですよ、茂木さんだって言ってたしね。でこれはあの相沢一郎ね、はいはい、今回の選挙管理委員長の名前でですね、うんはい、こういうリーフレットとか出さないようにと、うん、その党員の判断に影響を与えたらいけないからとかね、判断に影響を与えたらいけないってどういう意味か分かんないんだけど、で相沢なんて人は全くね、力ないわけで、結局裏で動いてるのはね、あれですよね、今の総務会長とか、その辺ですよね、森山さん、で、それからね、都会政調会長、はいはいうん、これ本来ね、いろいろもっとこう前に出てね、公正公平に選挙を行えるように仕切らないといけないんだけど、都会という人は何の存在感もないと、いうこと で森山氏はもう明確にね、高市を阻止したいわけでね、そういう人が差配してね、この問題が起こっていると、まあだけどまああの今やまあ済んだ話でしょうけどねこれ、そうそうそう、いやだからね後になって、高市さんが伸びてきてるとこれじゃまずいっていうことで、総裁首相が岸田首相がしゃしゃり出てきて言ったところからグダグダになってるわけですよ、でそういうような総裁がいるような古い自民党を変えなきゃいけないっつって今総裁選やってんだから、そんなね首相がのこのこ出てきてね俺は偉いんだみたいなね口出すこと自体が僕は間違いだと思うんですよ、ということでちょっと次行きましょうね。それでやっぱ我らが友人の、石破茂さん25番よろしくお願いいたします。はい、加賀先生注目、門田隆翔さん X、 石破茂氏の大阪での自民党員への高級中華料理店招待が波紋を呼んでいる。 LINE のやり取りまで流出し、これ完全な買収工作で公選法適用なら逮捕でしょう。全く問題ない高市さんの政策報告書を批判していたが、これをどう説明するのかとの怒りも当然。加賀先生です。これは 100% 党員買収、違反行為だ。一方で岸田自民党は何が何でも高市潰し、狂ってる。これ先生、有名な中華料理屋さんで、あ、これですね、これ。体制閣、そして、読み上げますと、18日19時30分から石破先生の決起大会をします。石破先生は最終の新幹線で帰るので8時45分ぐらいまで頃までになりますのでよろしくお願いします。一応立食にして8テーブル料理こんな感じになっています。ありがとうございます。石破先生が満足いく会場にしていきましょう。明日は予約はいらないので突然来ても大丈夫ですよ。石破先生の顔を見て激励してあげてくださいね。どう思われます先生。まあ、門田さんがね、問題にしておられる、これは平正明っていうね、まあ、いい加減な議員が、動いてたということなんですが、まあだけど、まあ、基本的にまあ小さな話なんですよねこれもね、でまあ、門田さん高市さん の、まあ、応援熱心にやってこられて、ね、はい、
まあ、正しいんですよね、うん、高市が政策的には、うん、あの一番いいんですけど、うん、ただまあこの次元の話でね、うん、じゃあ評価物価、うん、あれ問題にしたから評価逆に動くかとかね、うん、いうことも多分ないだろうからね、うん、まあ一つの小さな、まあ、ジャブみたいなもんでしょうね、うん、いや先生分かりませんよ、うん、ここに出ている小籠包、うん、これを食べて、ええ、先生に票を入れようって言って、うん、自民党員党友もいるかもしれない、うん、当日ただでいいって言ってるんですから、ええ、ね、小さな話ですけど、うん、つまり僕が言いたいのは高橋さんのリーフレットを問題にするんだったら、じゃあこういうものを、ええ、ちゃんと問題にしろよと、口頭注意をやれよと、うん、いうことなんですね、まあ、それはそうなんですよ、うん、だから選挙管理委員会ね、はい、が全くこれこういうこれ、これ同じことをね高市氏がやってたらね、うん、警告とかやってたでしょうからね、うんうん、だから公正な運営してると見えないのは明らかですけどね、はい、そしてですね次の問題は実はこの番組でね、先生がずっと、問題視していた、拉致問題の、うん、ブルーリボンバッジに関する、問題になります。26番よろしくお願いします。はい、加賀先生注目、自民党総裁選、石破茂氏がブルーリボンバッジ着用を開始、選対幹部から進言、告示日未着用。石破茂元幹事長が北朝鮮拉致被害者の救出に向けた意思表示であるブルーリボンバッジを14日から着用し始めた。12日の告示日と13日は未着用だった。石破氏は産経新聞の取材に、選対幹部から着用すれば北朝鮮への強いメッセージになると進言があったなどと説明した。石破氏はブルーリボンバッジの意味合いについては、拉致被害者の一日も早い救出を願う国民の思いを一つにして、被害者のご家族と共にあることを示すための重要なシンボルであると考えている。一方、総裁選後も着用を続けるかどうかは、日本国民の拉致問題解決に対する強い思いを北朝鮮に知らしめるのに良い機会となる場合には着用するなど、適宜適切に考えていきたいと答えた。加賀先生、とうとう正体がバレた。石破は北朝鮮の手先、日本国民の敵だ。はい、ちょっとね厳しく言いましたけれども、このね記事の中身もひどいなと思うんですが、ブルーリボンバッジ、それを選対幹部から着用すれば北朝鮮への強いメッセージになると進言があったと説明。つまりこれ進言があってなければつけないってことですよね。と同時にこういうふうなことも自分は思ってなかったっていうようなニュアンスじゃないですか。で、しかも総裁選後も着用続けるかどうかは考えるっつってんですよ。これどう思われますか、先生。これは石破氏の場合経緯があってね、うん、小泉第一訪朝の時、彼拉致議連会長だったんですよ、はい、で、ところがねその後、うん、まあ寝返ってね、その経緯は省略しますけども、うん、はい、朝鮮総連とべったりの日朝議連のね、うん、まあ、活動的な幹部になっとるわけですよ。え、ちょっと待ってください、うん、拉致議連から日朝議連に行ってんですか。う、うん、もうとんでもないね、180度違うじゃないですか。180度寝返りですよ。で、日朝議連の方に寄っていったからね、はい、朝鮮総連の反発を買うブルーリボンバッジを外したんですよ。彼の場合は意図的に外したんですよ。それを最近になってね、選挙向けに、アリバイ工作としてつけとると。だからこう全くね、まあ、私も副会、副会長でもあるってね、はいはい、うん、石破なんかつけるなとは言いませんけれどもね、うん、まあ、今言ったような経緯がある人物なんで、うんうん、拉致問題に関して全く信用できません、うん、北朝鮮側のね、人間で、だから、まあ、うん、横田めぐみさんはじめね、はい、あ、みんなもう亡くなったということで、うん、済ませてね、うん、日朝国交を正常化と称して、うん、こういろいろ利権を得たいというね、そういう立場の人間ですよね。なるほどな。だとしたらあれですね、むしろ国民のね、うん、拉致された横田めぐみさんも含めて早くね帰ってきてほしいっていう、そういう純粋な思いが込められたブルーリボンバッジ、うん、そのブルーリボンバッジをなんか汚れた石破茂なんかに逆にしてほしくないですね、これはね。うん、
まあ、加賀さんがそうおっしゃるのはね、はい、ガンガン言ってもらいたいんですが、はい、ついでに言うとね、うん、河野太郎ね、はい、あれも、まあ、ブロードリボンバッジつけないんですが、そうですね、彼はね、うん、なんでつけないのと聞かれてね、うん、自分はアトピーなんで、うん、金属製のものを触ったりできないんだと、うん、いうふうに言っとるんですよ、うん、だからもうそれは別につけてもらわなくて結構なんだけど、うん、彼の場合も本音はね、うん、要するに北朝鮮とか中国に気を使ってね、まあ、つけないんですよね、うん、だけどそんな連中がこのね日本を取り巻く国際環境が危機的になっている、アメリカはまあ、ここでね先生はいつもあの警告出してますけれども、アメリカの大統領選挙11月、そこに向けてアメリカも大混乱だと、政治空白を狙って中国および北朝鮮、まあロシアも含めてその動くかもしれんと、バカなことやるかもしれないと、それぐらい危機的になってるんだというところで、そういう中国だったり北朝鮮に日本としてきちっと対峙していって、バカなことやめろぐらいなことを言えるような人間じゃなければ総理は無理なんですよね。だとしたらもうこの二人はもう総理の資格ないってことじゃないですか。まあもう当然そうなんですけどね、うん、ただあの選ぶのが自民党議員プラスあの一体誰がなってるのかわからない自民党の党員なんでね、うん、まあ私ついでに言うとね、はい、あの党員の中にはね、うん、これも中国人とか入っている可能性もあるわけですしね、うんうん、そうなんですよ、うん、そんなね正体不明の人たちがね、うん、この投票全体の半分の力を持っていると、うん、これは非常に問題なんでね、うん、だからやっぱり議員だけに限ってね、うん、そして記名投票でどの議員が誰に入れたか分かるようにね、うん、本来そうですね、議員であればね、うん、それきちんと説明責任を含めて、うん、私はこの人に入れましたっていうはっきり見える形でね、うん、やるのは当たり前でしょ、うん、それが嫌だっちゅうんだったらね、うん、まあ、国会議員は資格ないんでね、そうですね、だから議員だけに限ってね、うん、記名投票で決めるべきですね、これ。そうですね、はい、そしてまたちょっと驚きのあれなんですけど、27番よろしくお願いします。はい、岸田路線継承し成長と分配の好循環を自民石破氏が経済政策で会見。自民党の石破茂元幹事長は国会内で記者会見を開き、党総裁選で掲げている経済政策について説明した。岸田首相が進めてきた成長と分配の好循環をさらに力強く確実なものにしていくと述べ、岸田路線の継承を明確にした。一時言及していた金融所得課税について問われ、今の貯蓄から投資へという流れは一層加速させていくと語った。先生、これどう思われますか？突然今度は、岸田路線全てを継承していくと、岸田路線を継承していくと、うん、突然言ったんですが、岸田路線継承というのは要するに財務省言いなりになりますと、はい、いうこと、うん、それから、まあ、あの岸田氏周辺の票が欲しいんでね、結局そういうことですよね、まあ、あの迎合してるんでしょうけど、うん、でここにもちょっと出てきたね、うん、金融所得課税とかね、はいはいはい、あの言っとるわけですけれども、うん、論外ですよね今ね、うん、せっかくデフレから、脱却という、うん、ちょっとね、うん、諸行が見えてきた時にね、増税するっていうね、うん、このそのことを口に出すっていう感覚自体ね、うん、あんま話にならないんでね、うん、だから彼はさっき取り上げた、うん、北朝鮮問題、はい、でもね、うん、もう寝返り裏切りの歴史を重ねてるわけですが、うん、財政問題でもね、うん、まあ、あのこれはまあ一貫して財務省べったりとも言えるんですが、はい、あとまあついでに出てくるのかもしれませんが、うん、あの自衛隊の OB なんかがね、はいはいはい、一致してね石破氏は一番信用できないと言ってるわけですね。本当そうですね結局あの、うん、自分の保身のために、うん、部下をまあ売るというかね、うん、そういうことを防衛大臣の時に、うん、これもまあ重ねてきたということで、まあ、とにかく全面的にね信用できる要素全くないんですよね。全くないんですよ、ね、珍しいですねここまで信用できない人間ね、うん、いやそれとね僕はね突然昨日だと思うんですけどこれね記者会見突然開いてとにかく岸田路線の継承ってことをあの言ったわけですよ、うん、でこれ水面下でね実は岸田首相の懐刀と言われている木原誠二氏とかねあの辺から岸田のね票欲しいんだったら岸田路線を
継承すると、うん、石田のことを全部褒めたたえると、そういうことを言えと、いうようなことを随分なんか、こう水面下であったみたいなんですよ。でさらに岸田首相がアメリカにいるときに、アメリカに帰る寸前に、そのさっきね、俺みたいなすごい首脳外交できるやつなんているのかって自慢話を周囲に言って、うん、そして記者会、インタビューを受けたときに、この総裁選9人の候補のことを聞かれて、うん、誰が私のね、政治姿勢路線を、ちゃんと継ぐか、それを見極めたいってちゃんとメッセージ出してるんですよ。それを受けてこの記者会見なんですよ。だからもう岸田さんが支持率低迷して、史上最低の支持率 でしかも自民党もガタガタにして、俗に言われるパーティー券の不記載問題、裏金問題、これの処分もデタラメで、自分の派閥にそういう事件があったのにトップとして責任取らない、さらに自民党総裁としても責任取らない、だから国民の怒りが爆発して、何やってんだってことになって、うん、結局でも本人は辞めたくなかったけど麻生さんに蹴飛ばされて責任取るっつってこうなったわけじゃないですか。それを全てをもう一度自民党を再生させるために変えなきゃいけないっていうのを今回の総裁選の大きな目的じゃないですか。それを全部、その時ね、石破さんなんてね、岸田さんのことボロクセ言ってたんですよ。それなのにここに来たら岸田路線を全部全て継承する、これね、自分って言って自分で恥ずかしくないんですかって僕は思っちゃうんですが、先生どうでしょう。それが石破なんですよね。ちょっとあれですね、じゃあ、うん、すぐ前言をコロコロ変えるっていうのを石破るというかね、なんかそういう造語で流行らせた方がいいかもしれないですね。うん、そうね、ちょっとね、まあ、さっきの話に若干戻りますけどね、はい、うん、拉致問題でもね、うん、安倍さんが現職首相でね、はい、安倍さんと石破が争った、うん、総裁選ありましたね。ありましたね。あの時もね、うん、この会見の場で石破氏がね、うん、いや、この北朝鮮側のね、うん、拉致被害者がどうなってるかという言い分にもね、理解を示さないといけないと、うん、安倍さん、もしね、うん、ほとんどの人たちがこう死んでると、うん、いうことになった時どう責任を取るんですかと、とんでもない質問したんですよ。で、安倍さんが、うん、責任を取るのは北朝鮮側ですよと、うんうん、ファクトが分からない以上ね、うん、全員生存を前提に、うん、帰還を求めるっていうのが当たり前じゃないですかと、うん、だから石破っていうのはね、そういうわけの分からんね、うん、これも要するに北朝鮮に寄り添うという意味ではね、うん、彼一貫しとるんですけれどもね、うん、まあ、そういう、だからそもそもね、うん、彼がこの上位3人に残ってるっていうのがね、ちょっとまあ理解のほかですけど、いや、それがよくわからないんですよ。全てのメディア各紙がとりあえずは党員党友の、世論調査というか電話調査をやると、うん、とにかく1番は石破さんじゃないですか、うん、で2番が今高橋さんになって3番が小泉氏になってるわけですけども、うん、まあ、これが直前まで、数日1週間前までは、石破小泉高市だったわけですが、うん、でも石破氏のトップは変わらないわけですよね。これどうしてですかね、うん、これはね、理解できませんね。できませんよね。この番組でもずっと言ってる七不思議ですよね。まともなね、はい、男はね、うん、石破なんだこいつはと、うん、でまともな女性はね、うん、生理的なことを含めて石破は論外だと、うん、感じるとね、まあ、言われてきてるわけでね、うん、利権でね、うん、まあ、彼が政調会長とかの時にね、はい、この全国を暗議して、うん、いろんなこう約束をしたりしそうでね、うんうんうん、で、まあ、そういう利権からね、うん、石破さんならこう公共事業をもっと増やしていくんじゃないかとか、うん、まあ、そういう、まあ、彼約束にね、うん、まあ、乗ってる人たちが いるのか知れませんが、うんうんうん、まあ、それあるいはね、うん、一般的な世論調査で、うん、野党の支持者たちがね、うん、自民党の、まあ、総裁候補の中では石破が一番ね野党に近いと言うんで石破だというのはこれは分かるんですよね、はい、だから自民党員で石破がね、うん、この支持が多いと仮にすればね、はい、これちょっと理解できないですよね、うん、まあ、利権で説明する以外 ね、 そうですね、これやっぱり千葉さんにもちょっと意見を聞いてください。千葉さん、石破さんが
とにかく、はい、アンケート調査すると一番になるというこの現象を理解できますか？できないですね。で、女性っていう言葉はあまり使いたくないですけど、うん、女性としても全然わからないですね、はい、良さが、うん、謎です。良さがわからない、先生方の話聞いてても全然わからないですよね。その良さがわからないっていうことは、うん、ひどいっていうところがわかるってことですよね。そういうことですね。だから進次郎なんとか頑張ってくれって祈ってるんですけどね、うん、逆にね石橋と小泉氏の戦いだとまだ小泉氏がいいってことですね。はい、決選投票は進次郎がなんとか頑張って上がってほしいです、うん、それは見た目も含めてですか？見た目もそうですけど、うん、人間的にも進次郎の方が可愛いじゃないですか。そうですね。と思いません、ね、先生、うん、そうですね、この進次郎氏、うん、確かにね、はい、さっきもちょっと言いましたけど、うん、候補者討論会とか見ててもね、うん、まあ、何を聞かれてもね、うん、やっぱりそつなくね、うん、爽やかに応答するんですよね。いや、それなんか、うん、カマラ・ハリスじゃないけれども ABC テレビの討論会じゃないけれども、うん、ある程度の質問項目を予想した上で答えを作って、頭に入れてきてるんじゃないですか、うん、これね、私、まあ、そういう要素もあるんですよね、はい、私の印象では、うん、カマラ・ハリスよりもね、うん、進次郎氏の方が質問さばく能力上です ね、うん、そうだね。対立してる他の候補からもね、うんうん、まあ、一応若干嫌なところをついてきてもね、うんうん、これ うまくね、うん、そのだから表面的に見てる限りはね、うんうん、まさにそつなくということは少し成長したんですかね、うん、成長したということも言えると思います、ね、この流れの中でね、だって出馬会見からの流れがボロボロだったじゃないですか。喋、うん、れば喋るほど、うん、みんなが言いちゃうっていうね、そう例えばネットの世界なんかではね、うん、進次郎はまあアホだとかね、うん、進次郎公文がどうこうとか やってますけれどもね、うんうんうん、はい、それもある部分を切り取ってね、うん、増幅すればそうかもしれませんけれども、うんうん、私現に昨日ね、まあ、BS 富士のね、はい、討論見ててもね、うん、これは本当に達者にね、うん、まあ、中身ある内容関係なしにね、うん、達者にこなしてるので、そして悪い印象を与えない感じでね、そこあるのよね、うん、だからね、うん、彼が、うん、選挙の顔になるなと、うん、考える自民党議員が多くてもね、うん、これは全然不思議じゃない、と思いましたね。そしてね、うんうん、43歳にしてはね、はい、うん、そういう受け答え、うん、中身は別ですよ、うん、政策のね、中身とんでもないこと、エネルギー政策とかね、まあ、論外なんだけれども、はい、だけどこの巧みにね、うまく質問とかね、はい、交わす能力はカマラ・ハリスなんかよりよっぽど上ですしね、で、まあ、小林鷹之氏、はい、若いと言われてるけど、うん、彼もうすぐ50歳ね、うん、小林氏とね、小泉進次郎氏比べてるとね、はい、やっぱりね、明らかに進次郎氏の方がね、うん、まあ、花があるんですよね、うんうん、という意味で、ね、全く侮れないと思いますよ、うん、やっぱりあれか、イケメンは強いってことですか。まあ、イケメンと言えるのかどうかね、はい、これノーコメントですけれどもねライバルだと思ってるでしょ。いやいや、全くそんな思ってない、ね、そんなことないですよね、ということで、どうしましょうか、これ。じゃあ僕はちょっと厳しめな問題を指摘してるんですが、その小泉進次郎さんのテーマに行きます。28番よろしくお願いします。はい、加賀先生注目、小泉進次郎氏、麻生副総裁と面会、力を貸してください、うん、自民党総裁選に出馬している小泉進次郎元環境省は24日麻生派会長の麻生太郎副総裁と東京都内で約30分面会し、議員票の上積みへ力を貸してくださいと支援を求めた。関係者が明らかにした。麻生派には衆参両院議員計54人が所属しており、議員票の比重が高い決選投票で勝敗の鍵を握る可能性が高い。加賀先生です。中学生以下君、結局麻生に土下座、進次郎氏出馬表明宣言、古い自民党との決別はデタラメ、大嘘ですか。はい、ちょっとね厳しくやりましたけれども、僕が厳しくやったのはやはり、先生が BS の番組では受け答えしっかりしてたということですが、その前の、受け答えで
カナダの G7 行ったら何を主張するかって言った時に、トルドー大統領が出馬したのが43歳、自分が出馬したのが43歳、同じ年齢だから若い、あれで胸襟開いてどうこうっていうわけわかんないこと言った、拉致問題どうするんだって言ったら、キム・ジョンウンも若い世代だと、自分も若い世代だと、でしかも父親同士が会っている、だから話し合いができるっていう、またこれもわけわかんない。それと、大学の奨学金で、返済で大変だというような質問を受けたら、大学行かないことだって選択肢だと言った、全く質問に答えていない。こういった流れの中で僕はちょっとね、質問の意味をきっちり頭の中に入れて正確に答えるっていうようなことが、ね、できない人なんじゃないですかというふうな疑問が持ちました。それで非常に厳しく言いました。ただし結局ね、古い出馬会見で言った最大のあれは聖域なき、規制改革ということで、労働規制の緩和、金銭解雇ということを言った、これが大きな目玉ですって言った。ところがその後いろんな人から、討論で批判されるとそれを引っ込めた。でさらに、古い自民党とも決別するって言った。でも結局菅さんにお世話になり、そして最後は派閥の長として票を動かしてくださいくださいということで麻生さんのところまで行ったということで、そういう古い自民党との決別はデタラメなんじゃないですかということを僕は申し上げました。先生どう思われますか？その内容に少して言えばね、うん、今加賀さんおっしゃった通りなんですが、はい、うん、やっぱり、ね、爽やかな雰囲気を出してね、うん、選挙ね、受け答えをするっていうね、うん、能力彼うん、あると思うんでね、うん、そこはね全くバカにできない、うん、で拉致問題とかに関してもね、うん、他の候補もですね、はっと思わせないことは、まあ、特に言ってないんですよね、うん、実績があるわけでもないですしね、うん、そうね、うん、まあ、そういう中でね、例えば麻生さんがどういう、うん、まあ、立場を取るか、うん、非常に重要ですけれども、うん、麻生さんもですね、まあ、もう80超えられてね、間もなく引退で、うん、まあ、地盤を息子に譲ろうとしていると、うん、そういう中で、うん、やっぱり次の時代の自民党のね、やっぱり小泉氏とか中心になっていきますから、うん、自分の息子をよろしくという意味でもね、うん、ある程度麻生さんも、まあ、小泉に対して、うん、無限にはできないなという感覚もあったりもするでしょうからね、うんうん、従って麻生氏がね、高市さん支持する人たちが期待するように、うん、こう決選投票ではみんな麻生派まとまってね、うん、高市に入れろと、うん、そうバシッとね支持するかどうか、うん、私はちょっとね、楽観できないなと思ってますけどね、うん、これはだから本当に最後の最後まで麻生さんの心の内はわからないと思います。うん、これちょっと遡ればね、うん、この上川陽子氏が自分総裁候補だと、うん、はい、勘違いしたのも麻生さん のお立てですよね、うん、そうですね、このおばはんやるねという、うん、何をやるのかよくわからないけれども、うん、だからちょっと麻生さんもですね、うん、言動を必ずしもね、うん、安定してると言えない面もあるんでね、うんうん、分からないですね、麻生さんの動きもね、最後まで。最近麻生さんの口癖は麻生っていうらしいんですけど、うん、まあ、とりあえずここでちょっと一旦休憩させていただきます、ちょっと、5分程度、間を空けさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。